減った。店を探そう。さあ、ということでお腹が空きましたので、はい、今回はですね、孤独のグルメのシーズン8第10話に、出られていました、うん、稲田さんやってまいりました。これ稲田さんはね、豪徳寺散歩、飯尾さんと行かせていただいて、豪徳寺散歩でもちょっとちらっと ね出ていただきましたけども、我々念願の稲田さんでございます、はい、やっと来れましたね。その時はこの小窓からね、ご主人が顔を出してくださいましたけれども、いよいよ今回中に入れるということで、行きましょうね。五郎さんもおっしゃってましたけども、一見ここが定食屋さんっていうね。確かにね、洋食屋さんのような、いろんな要素のあるお店ですね。ね、五郎さんの時はこうなってたのよ、こうなってて、あ、ここもダメかって言ったらちょうどお店の方出てきて、こうなってどうぞっていう、そして入れたっていう、ね、タイミングが良かったんだね。良かったんですよ。じゃ失礼しましょうね、はい、お願いします。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。さあ、入らせていただきました。はい、もう今オープンしてすぐなんですが、カウンターも結構埋まって、夜プライベートで来た時にここ座ったことがあります。で、昼はカウンターで食べたり、で五郎さんが座った席にも座ったことがあって、このお店の雰囲気もすごくいいね。五郎さんが言ってたのは、この店の雰囲気は、不思議ちゃんって言ってた。確かにね、で、まあ、黒板で、こうメニューがあって、期間限定メニューとかね、おすすめのお刺身とか海鮮丼とか、ドラマの中でも言ってますけど、うちはお刺身美味しいですよっていうセリフがあるぐらい。で、私はいつもブリ照り、いいね、天然ブリの照り焼きで、五郎さんもブリテリか銀鮭の西京焼き、で悩んでて、ブリテリにしてたのよ。私も今回ちょっとブリテリにしようかなと。いいじゃん。でも本当にいろいろあるし、で卵焼きをね、私が行ってた時あったの、でちょっとさっき先に聞いたら、まあ、ある時ない時あるんだけど、今日は特別に作りますよって、すごい、ちょっと言ってくれたんで、明太チーズの卵焼き、うわ美味しそう。ちょっとそれみんなでいきますね。いいですか。小鉢的な、ね、単品メニューもありますから。そうだね。いや、本当幅広くてめちゃくちゃ迷ってんのよ。クリームコロッケも五郎さん頼んでた。わ、美味しそう、タルタルがついてんのよ、ね。お刺身とクリームコロッケ定食もあるんだよね。最強だね。丸徳って書いてある、でカレーもあるんだよ、知ってた？カレーもあります。知ってた、食べたことある。洋食もやってるっていうね、食べたことないのカレー。そうなんだ。いつもやっぱお魚の定食頼んでる、ね、確かにね、すごい海鮮が多いもんね。アジフライ食べたいなって思ったんだ。ご飯も選べるんですね、ちゃんと。あ、本当だ。小盛りでも 150g ですからね。小盛り、並盛り、大盛り。大盛りはプラス100円、カレー丼は200円です。カレー丼って何？カレー丼は、カレーにもできるってこと？いや、カレーの大盛りは200円。そういうことね。あ、なるほど。慌てないでご飯にちょっとカレー足してくれるのが。いや、カレーの丼ぶりはプラス200円。なるほどね。早く決めてもらっていいですか？決めました。あ、決めました。はい、お待たせしました。皆さんもいいですか？はい、すいません、
あ、お願いします。はい、私ですね、ブリテリの定食。今入荷してないんです。あ、じゃあブリ以外だったら。あ、ブリ以外だったら OK です。じゃあ、五郎さんが迷ってた銀鮭最強定食と、卵焼きの明太チーズをお願いします。はい、で、アジフライとお刺身定食お願いします。あ、で、私ご飯小盛りで、はい、はい、私も小盛りでお願いします。はい、はい、あ、見てもいいですか。はい、僕はお刺身とクリームコロッケ定食。はい、ご飯は鍋で。はい、はい、おー、海鮮丼です。はい、ご飯は鍋で。はい、おー、最強。はい、ご飯小盛りで、お酒最強2つですね。はい、はい、お願いします。楽しみ。皆さん初めてですよね。はい、うん、マウント先輩顔。で、豪徳寺はさ、うん、飯尾さんとのお散歩の時もね、うん、来させてもらったけど、その時もさ、すごい並んでたじゃん。うん、並んでたね、稲田さん忙しそうだったもん、うん、ご主人がそう、ちょっと窓から、うん、話しかけて、うん、小窓からね、ヨーロッパスタイル春菜がね、はい、通ってたから今日取らせてもらったのかな。そうね、ね、皆さんがどうぞって、うん、先ほどちょっと先にお手洗いをお借りしたじゃないですか、うん、私今までそのお手洗いをお借りしたことなかったんだけど、うんうん、びっくりした。あ、どこに。私が大好きな、うん、シンプソンズのポスターが貼ってあった。へえ、あなたも入りましたよね。入ったけど全然気づかなかった。しかもなんかのどういうポスターなの、カレンダーになってたりするのかなと思ったら、うん、シンプルポスターだったから好きなのかな。確かにね、聞いてみたらもう興味ない人の話し方なんだ。いや、子供の時からね、うん、ザ・シンプソンズが大好きで、うんうんうん、で、子供の時からそのグッズ集めたりとか、うん、プロフィールにシンプソンズが大好きっていうことを書いてたら、うんうん、シンプソンズが映画化された時に、うん、一瞬ですけどこう声を、うん、あ、そうだっけ、そうやらせてもらって夢が叶うわけよね、やっぱり口に出してたら、うん、ディズニープラスで、うん、シンプソンズやってんのよ。もう私はそう DVD を持ってんだけど、うん、DVD を持ってんだけど、うん、最高ですよ。ディズニープラス入ってる、入ってる、うん、結構私サブスクというサブスク入ってるマジで、うん、入ってそう。どうサブスクというサブスクサブスクというサブスク入ってるわ。結構でも入りたいなと思うけど、うん、全部見れないよってなって結局なんか絞っちゃうんだけど、うん、どれ入ってる。そのディズニープラスでしょ、うん、でネットフリックスでしょ、うん、で Hulu でしょ、うん、でアマゾン、うん、プライムビデオでしょ、うん、あと何がありますか。あー、それは入ってないな。 FOD、 あ、 FOD 入ってってたと思うな。結構入ってる。 NHK オンデマンドも、ああ入ってるし。あれ有料だっけ。有料有料でしたっけ。え、あるかな。私ネットフリックスとアマゾンだけ。ああ他にでも入見たいと思うやつあるけど、うん、でも入っても見れないしなってなって、いっかってなっちゃう。ああ、いや、ディズニープラスのガンニバル、うんうん、あれは見てほしいけどね。確かに、すごい話題だよね、うん、ちょっとなんか怖いんじゃなかった。めちゃくちゃ怖いでめちゃくちゃ怖すぎて、うん、で、ま、物語が村のね、うんうん、まあ、この食事どころで喋るドラマじゃない食事どころで喋るドラマじゃないわ、うん、でめちゃくちゃ怖いのよ、うん、でもめちゃくちゃやっぱ映画みたいに作り込まれてて、
面白いの、うん、でも私怖すぎて、うん、そのやっぱバッて一気に見れない、うん、怖すぎて、うん、でその当時はそのでネットフリックスで舞妓さんちのまかないさんっていうもうめちゃくちゃほっこりするドラマやってて、うん、何も嫌なこと起こらないの、うん、なんかジーンとする、うん、いいドラマで、うん、でガンにまで怖っってなったら、うん、まかないさん見て自分の心を落ち着けて落ち着けて、うんうんいやーまかないさん素敵って思ったら、うん、ガンニバル見てっていう、うん、なんかもう両極端のこう順番にこう見てた、うん、甘いの言ったら辛いの言ってもそう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 、ね、春菜もね今ドラマ出てるもんねちょうどね今はあのブラックポストマンに、ねうんドラマ出させてもらってそれこそ先日、うんうんガンニバルに出てらっしゃる佐藤さんお医者さん役の人あ、そう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 めっちゃ怖かったそう佐藤さん結構その何考えてるか分かんないキャラクターとか、うんうんうん、よくやられたりするんだけど、うん、でガンニバルでもめちゃくちゃちょっと怖いっていうか、うん、切れ者っていうか、うん、重要な役やられてて、うん、でそのホテルで撮影だったんだけど、うん、その結構主要メンバーが一堂に返す、うん、であの待合室が全員そこ一緒だったの、うん、ですごい珍しいんだけど、うん、演者全員で、うん、そこでお弁当を食べたりとか、珍しいそう待ってる時間そこに全員いるみたいな感じで、うん、佐藤さんもいらっしゃったから、うん、私話しかけて、すいませんみたいなあのカンニバル見ましたって言ったらあガンニバルねそこでもうやっちまったてんてんでも裏話っていうか、うん、聞かせてもらってへそういうの嬉しかったねやっぱドラマとかだとさ、うん、なかなかやっぱバラエティでお会いできない人がさ、うんうん、話せるじゃん、うん春菜のミーハーなところが出てるんですね。むき出しよ。でも孝太郎さんがね、小泉孝太郎さんが、うん、そのご一緒だったから、でも、うん、ずっとさ、私はシーンで一緒になることがなかったんだけど、うん、その時に孝太郎さんもいらっしゃって、うん、で孝太郎さんが私が座ってる横に、もう本当モニタリングファミリーとしてさ、本当。孝太郎さんの方からさ横に座っちゃおうみたいな感じで来てくれて、うん、心強かったよね、うん、ファミリーって思ったあ、はい、あやばっ美味しそうあインサート撮りましょうよあ僕ですか、はい、フライうわありがとうございますうわうわ美味しそうやばこれこれありがとうございます。あ、出た！わ、卵焼き、おいしそう。明太チーズ。え、ちょっとこの明太チーズ箸揚げさせてください。箸揚げしよう。本当にこう私たちなんかよりインスタントを撮ってください。うん、そうだね。美味しそう。このパーフェクトな定食。ね。お刺身も美味しそう。美味しそう。この鮮度がもう分かりますよね、いいのがマスターが特別に今日パラシルを作っててくれたみたいな嬉しいあ、じゃあ特別にっていうことに美味しそう美味しそう銀鮭美味しそう、うん、すごい海鮮丼すごいっすねすげえ海鮮丼そっちで食べてくださいすごい豪華ですよねでは、いただきまーす。最高、本当。今日特別にちょっとあら汁もね、あら汁作っていただいたということで、ちょっとあら汁から、はい、うまっ。じゃあ魚のおろし、おいしい。うまっ。すごい、おだしが。うん。うん、具もたっぷり、大根
うん、あ、お父さん、美味しいです。え、あら汁も、ありがとうございます。あら汁斉藤です。やったね、やったロマンチック小窓からやっと会えた。みんな言われてる、仕事しすぎだ。あ、ごっくり食べて、元気に、はい、いただきます。これからいただきます。ありがとうございます。チャーミングな主人だね。そうなのよね、おーって感じでさ、うん、その通ってた時も、うん、ね、うん、あ、卵焼き、これなの、これこの、うん、うん、あ、おいしい、おいしいでしょ、うん、私こういうね、ちょっとこう甘くないしょっぱめのご飯に合う卵焼きが大好きなのよ。本当美味しい。なんか懐かしい感じしない？ね。うん、ご主人さ、私が一人、もう本当一人で来れるお店だったから、うん、おーとか言って、今日は終わったのとか言って、うん、で昼食べてとか。うん、人の温かみを感じるところがいいって言ってたもんね。そうそうそう、この街自体もね、だからこういうお店でそういう温かみを感じてたから、うん、わ、いい街だなと思って住み出したし、うん、お刺身、お刺身大きいね、お刺身、うん、うん、美味しい、新鮮ですよ ね。こんないいお刺身、うん、お昼から食べたらテンション上がるわね。うん、本当に最高。うわ、さっき最強焼きうまっ、うん、引っ越しちゃったけど、うん、本当にあったらなと思う。本当に幸せだったなって、うん、ね、うん、うん、五郎さんもこの煮物感動してたわ。ああ、煮物、小鉢でこの煮物付きとか嬉しい。それぞれ小鉢が違うっていうのかな。そうだね、うん、うまい、細かいね、味がすごい染みてる、うん、うん、いい音。あー、おいしい。アジフライ、分厚いね、分厚い。人生最高レストラン、はい、あ、そうです、そうです、うん、そう、人生最高レストランも難しいのよ、うん、その3軒ぐらいさ、うん、本当に自分の中でテーマ絞んないと、うん、ご飯屋さんに行った時に、うん、人生最高レストラン見たよ、うん、冗談だけど、いや、うち言ってくれなかったんだみたいな言われた時に、いや、違うんです言ったんですよみたいな、うん、その時はどういう基準で選んだの？自分の人生に影響があった、うん、安室さんの聖地巡礼の福岡のラーメン屋さんとか、うん、へー、安室さんが行ったところ、うん、そうそう、ツアーでね、うん、一人でお休みの日に日帰りで福岡行って、うん、もう聖地巡礼というか、安室さんが引退する年に、うん、あの、終わってないよね、これね、マグロのね、ここ、あ、マグロの頭、頭の頭肉、頭肉、ありがとうございます、ありがとうございます、優しい、初めて頭肉、大葉と、うん、柔らかい、いただきます、まあ、ね、うん、おいしい、うん、うん、うん、おいしい、うん、程よく脂が乗ってね、うん、柔らかくてね、うん、ちょっと赤身みたいな、うん、なんかとろ要素もある、うん、確かに、うん、おいしい、おいしい、炙ってあるの、シソもすごい合う、うん、これ皆さん、ありがとうございます、うん、美味しいこれね、頭肉、頭肉、自分の
きな好みの定食屋さんを見つけるのって一番むずいかもしれないですね。なんか全てがパーフェクトって難しいですよね。でもおかず最高なのに、うん、お米残念とかさ、自分の、その好みじゃないとか、なんか いつ炊いたんだろうみたいなのとかだと残念だなと思っちゃうけど、稲田さんすごい最強じゃん。並盛りにしましたけど足りませんでした。あ、ご飯美味しすぎて。五郎さんもおかわりしてた。米美味しい。ご飯美味しい。五郎さんはお米おかわりして、プラスお刺身ってまだ間に合いますかみたいな。でお刺身とでその時はあったとろろ月見。をご飯にかけてその上にお刺身を乗っけてとろろ月見海鮮丼みたいなにして食べてた。自分なりのアレンジもできちゃう、あまりにもこの一品が充実してるからね、確かにベタだけどなんかこういうのいただくと日本人でよかったと思わない？そうね、さっきの舞妓さんちの話の話のことですけど、是枝監督じゃないですか、はい、春のお会いされてたね、はい、めっちゃ羨ましいと思って、いや私本当そのウィズの YouTube って、この方と会いたいでお会いしたいですお話したいですで、あのやらせていただけるんで、で是枝監督ちょうどその怪物の時に、お会いできて、で本当にやっぱその物腰柔らかすぎて、もう何でも喋ってくれるし、それでは稲田さんごちそうさまでした。